北よろし、直線鉄道は台湾鉄路管理局が東部幹線の時間短縮を目的に計画中の鉄道路線。代替案として台湾高速鉄道の延伸も構想されている。地下加工事の際にホームを設置してある南港駅を起点にして大谷駅まで雪山山脈を北西から南東に長大トンネルで貫く新線で短絡する計画である。 竣工は2026年を目標としており、完成すれば、台北議覧館で所要時間を約30分前後短縮することができる。2006年5月、政府機関である行政院環境保護所が諮問した、環境アセスメント審査委員会にて、環境影響に比べた経済効果が低すぎるとして、計画を認めない決定が下され、計画は一時暗証に乗り上げた。 その一方で2007年11月から、おおむね並行して走る北よ、高速航路に、大型乗り合い自動車の通行が認められ、台北天運搬やシフテン運搬など、都議ラン駅やら東駅などを結ぶ高速バスの運行が始まったため、この区間の旅客の利便性は、飛躍的に向上した。北よろし、直線鉄道が開通しても所要時間はこの区間で、高速バスと、 あまり差がなかったため、運賃が割高になると見られたこともあり、当時は不必要との意見が大勢であった。しかし、高速道路が未開通の可憐圏を中心とした建設促進運動が続けられている中、北よ、高速航路が混雑し始めたびたび渋滞が見られるようになったことから、2011年8月になって台湾の在来線鉄道整備計画を所管する。 交通部鉄路改め立て工程局が北よろし直線鉄道の整備の是非を再検討した結果2014年4月22日に交通部鉄路改め立て工程局が建設を決定した総事業費は約491億にうたいワンドルを見込み2026年の開業を目指す2019年初頭に交通部長に就任した林慶流は大鉄による 高速化ではなく、台湾高速鉄道のギラン延伸を推進した。この案では、南港駅からギラン市内まで途中駅を設けず、約5 0トルを延伸し、所要時間は約13分となる。しかし交通インフラ計画で、必須の実現可能性調査を省略して、総合計画策定に進んでいることについての批判も、ある中で、交通部政務部長の王国材は、 前回承認された大鉄新ルート案で複数案の一つとしてすでに公鉄案を盛り込んでいたため問題はないと表明している。2020年1月、鉄路改め立て工程局と高速鉄路工程局の後ろ身である交通部鉄道局は2030関島1日生活圏計画の一環で台湾高速鉄道の議論支援心を盛り込んだ長期計画を決定し、 交通部長に上進した。約 50km の延伸費用は955億ニュー台湾ドルと、ほぼ倍増している。大鉄、台北議ン新線、早ければ2026年にも開業、台湾。中央通信社。http コロンスラッシュスラッシュジャパン c n a c o m テイラー・ワッツ、ニュース、エイトラ。 2014億423万5、アスプックス2014年7月16日閲覧。鋼鉄のギラン延伸検討、カレン、台東直通も、ワイズニュース。2019年11月1日閲覧。台湾新幹線ギラン延伸に一歩、全身暫定評価で、実施可能イコール交通省。フォーカス台湾。2019年11月1日閲覧。 不幸縁審議欄羊ヘカ行政標高、王国在回答。新頭国ニューストック。2019年11月1日。閲覧。北田七尾鉄確定改め高鉄縁審。自由時報。2020年1月5日閲覧。関島哲治一周六章時交通部計画2030年用。至る。連合法。2020年1月5日閲覧。 ありがとうございます。